コレクターブースター、それは通常のパックよりも多くレアのカードが収録されているハイエンドな高級パック。そのせいか、人気セットともなるとそのコレクターブースターの金額は4000円近くにも上ることがある。だが近年そのコレクターブースターの価値は危ぶまれている。果たして今回のコレクターブースターの価値はいかなるものとなるのか。おー、ベストだー。というわけでカルロフ邸殺人事件、コレクターブースター買ってきたぞ。いやー、というわけでちょっと高い買い物だったが、やはり手元に来ると感動が違うな。興奮で頭がおかしくなりそうだ。そしてそれに加えてもう一個興奮する要素がある。それはなんとこの度僕のプレイマットが完成したということだ。なんと僕の顔が入っている。感動のあまり250枚も作ってしまった。250枚、すごい数だろ。だから請求書もなんと41万円だった。どうやって返済すればいいんだ。開封杯プレミアムプレイマットの使い方。まずは開封前にプレイマットを敷きます。そして願掛け、望みのカードが引けるように祈りましょう。果たしてお目当てのカードは引けるのか。おい、ああ惜しくも手に入らず、しかし顔面を殴れます。これはジョークとしての使い方です。言うまでもありませんが、公共の場での大パン行為は推奨しておりません。もしされる際はプライベート空間でお楽しみください。で、今回のコレクターブースター、前回から引き続き日本語印刷が継続されているので、カードの品質は最高だ。この続きで今年のコレクターブースターは全部日本語印刷に統一されてほしいな。で、まあ、問題の中身のカードなんですけど、まあ、シリアルナンバーカード以外は残念ながらそこまで今跳ねてるのはないが、まあ、ただマジックのカードっていうのはね、大体何かしら、まあ、使い道を見つけられて高くなっていくものだ。そう、生命は必ず道を見つける。それと同じでマジックも、まあ、どんなボックスでもね、最後に笑うのはマジックだ。だから、まあ、今ちょっと良くないなと思っても疑わずに開封しろ。1パック目開けていくぞ。さあ、コレクターブースター12パックの旅。やっぱ毎度コレクターブースター買った時はなんでこんな高いんだと思うけど、開けてる間だけはこの高さを忘れることができる。さあ、まずこれ頭からいくとレアになっちゃうから、そう、紳士のたしなみだ。必ず順番は変えて後ろから見ていくんだ。こうすることにより最後まで開封が楽しめる。まずは古文のカードからだ。で、今回古文のカードが5枚あるんだったっけかな。古文5枚、あんこ3枚だったっけ。あ、じゃあ古文4枚、あんこ3枚か。なるほど、分かってきたぞ。で、こっから次が土地。そうで、土地の次がショーケース。ショーケースだ。まずはショーケース、あんこ文か古文、魂の弱体か。まあ、除去&ドレインがついてると。で、この次はフォイル。大胆な告発。エッチなトロスターにでございますね。エッチなトロスターに3姉妹からの。次がレアだったかな？違うかな？レアだ。最初はレア土地。そうそう、ラブニカでレアの土地って言ったら普段は興奮するんだが、今回はあまり興奮できない。なぜならば諜報ランドだからだ。まあ、とはいえ諜報ランドも、スタンダードパイオニア目線だったら使うと思うけどな。まあ、一応その戦術土地より強くて、基本土地タイプ持ってるから、まあ、いろんなシナジーがあるというので、まあそうだね、なんかハント系のデッキが今後パイオニアとかでも活躍するんだったら、とは言ってもやっぱりトライオームがあるからな。トライオームで完結してるから、そうですね、まあスタンダード目線のカードなんだろうな。まあさ、今は微妙かなと思うけど、そのうち何か役に立つだろう。で、次が拡張。これも人気ねえよな。なんだっけ、なんとかの盗っ人じゃない、豪悪非道の盗っ人でございますね。まあよく出るカードだな。黒黒 X で対戦相手のライブラリーから X 枚カード追放して、まあ、それが使えるというので、まあ、ほぼ相手のデッキからカード X 枚ドローしてるのと同じかな。まあ、とはいえ追放領域に行くから、まあ、ハンデスとかで抜かれたりすることもないんで、まあ、追放領域から使えるのは基本的にはハンドにあるよりかは強い。まあ、言い切れないけど、まあ、結構強い方のカードと思う。まあ、とはいえ当たりカードとはまあほど遠いのかな。で、次がもっかいか。なるほどな。拡張コマンダーカードだな。大体分かってきた。で、拡張コマンダーカード、炭を取るなんで、2マナ22、これは強そうなんでだ。接種を持ってて、あなたがコントロールしている、これでないクリーチャー1体が表向きになるたび、これは弱そうだ。トランプルを持つ00のウーズトークン1体生成。で、そのトークンはプライチカウンターが X コンった状態戦場出る。で、X はコントロールしていて、それでないクリーチャーの数。あー、なるほどね。あー、まあ、でも2マナ22接種だから、そこそこ強いんじゃないか。その変装だとか変異のギミックがもうちょっと、
なんか使い物になれば、こいつもアサルなんでぐらいにはなるだろう。で、可愛いな、意外と。顔面見たら可愛かった、こいつ。で、次が、なるほど、ショーケースか。ショーケースのレア。注目のストーリー、なんだこれ。花粉の分析ですね。あれですね、デッキからカードをサーチしてくれる。あの、ウルベンワールドの横断の、まあ、その先輩とか後輩に当たるカードか。そう、紅葉を達成するよりも、正午収集8の達成の方が絶対簡単に決まってるんだから。このカードはきっとパイオニアで使われるんじゃないだろうか。で、次が、おー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 、でももうこのフレームの段階でシリアルナンバーではないんだよな。そう、今回のシリアルナンバーは全部このリングフレームだったから、まあこの段階でシリアルないけど、ただ不可視フォイルと呼ばれてる、なんかあの、お、M! え？でっけ、おーおーおー、不可視フォイルだ。地図が描かれている。お、なんだこれ。お、すごい、これはいいぞ。え、やば。手に取ったら反動がでかかった。うわ、なんかラブニカの地図みたいのが浮かび上がってる。でもラブニカの地図もなんかなんとなくアメリカ的だな。なんかあの、なんだろう、アメリカで生まれたカードゲームだからか。地図がなんとなくアメリカっぽい。あんま日本ではない感じの、なんかブロックの分かれ方してて、アメリカだなって感じますね。うわ、アンズラ君、いいぞ。神話レアで不可視フォイル。1パック目から幸先いいぞ。1パック目から幸先のいい開封は。大体今のところ勝ちボックスだから、そう、最近なんかあの、そう、ウィザーズに捧げるためのなんか豚みたいな存在になってた僕だけど、ついに養分から晴れて、こっからウィザーズを養分にしていく存在になれるかもしれない。いいカード引いた。4マナ84で、なんとメリット能力っていうね、ぶっ壊れてますね。アタックしてブロックされるたびに追加戦闘を入れるのと、7マナ払うと、ま、強制ブロックに来れてるので、まあ、7マナめちゃめちゃ重いけど、そもそも4マナ84なんだよ。どっから突っ込めばいいんだ、お前は。4マナ84という、もうあらゆるそのスタッツの常識をね、あの、覆したモグラさんでございますね。まあ、一応、そうですね。まあ、バニラっちゃバニラなんだけど、さすがにね、打点入った瞬間の、その、点数がエグすぎるんで、まあ、期待されてんじゃないかな。しかも、我がグルール大学、そう、僕が卒業したあの、グルール大学のカラーだから、最高じゃん！やば、不可視フォイルってどれぐらいの頻度で出るんだろう。なんか開けるまではさ、なんかコモンとかアンコモンとかにもあって、そのファイレクシア完全なる統一の時みたいにさ、なんかバカバカ出んのかなと思ったけど、結構出ないっぽいな。やったー、アンズラグだ。俺あの、デルニーよりもアンズラグの方が好き。やったぜ。いいね。1パック目からこれはとてもいいぞ。これであの、ハラハラドキドキしなくていいね。なんかあの、最後まで当たり引き出ないとさ、もうアビ共感の会話になるけど、これだったらもう究極この後あんま良くなくても、まあアンズラグ引いたしってので、にっこり開封できるから、いや、いいなぁ。あとは、まあ欲を言えばシリアルナンバーを引くだけだ。そこができたらもう問題ない。で、シリアルはね、本当にあの、多分再生数結構跳ね上がると思うんだけど、マジで引けてないんだよな、今まで人生で。ちなみにあの、僕の長いボックス開封歴の中で、シングル、あの、シリアルナンバー出たのは、あれだけだな、機械兵団の時だけで。で、それもなんかアンコモンのやつだったから、なんかパッとしなかったからね。シリアルナンバー、あと一応あれだな、あの、北九州行った時に、なんかデパートで買って一緒で開けたら、オレリアのやつが出たけど、あれね、俺のパックじゃないからね、俺のもんじゃないんだよな。シリアルナンバー好きなんだけどな、出てくれよ。で、ショーケース、ショーケースオイル。で、こっからだ。殺害せよの後はあれやだ。殺害せよ。おぉ、点と点をつなぐ。あの、ボーマットの旧死内蔵エンチャントですね。もうこれしか説明しないからな。まあ、殴るたんびにライブラリートップ通用して、2マナでサクったら反動しない代わりにそれが全部返ってくるんだ。ボーマットの旧死と何ら変わりがない。ただ、ボーマットの旧死と違ってエンチャンだからどかされづらい。ただ、ボーマットの旧死と違って殴れないというので、デメリットの方がでげえ。で、次が拡張の、なんだこれ。おい、迷路での迷子。イエーですね。あの、ま、意外と強かったね。なんかパッと見た感じは、その、青 X でフロストタップのタッパーカードなんだけど、そう、自分のクリーチャータップ状態が呪言得るっていうので、まあ、自分のクリーチャー寝かして除去を受けたりもできるし、あとま、単純にアタックいったクリーチャー呪言になるから、まあ、何かと強い。で、新人も2稼げるから、なんかパイオニアで青単新人とかやってもいいんじゃないでしょうか。そうですね。なんかこの新人2がね、結構でかいから、なんかもしかしたら化けるかもしれない。で、次。で、次、コマンダーの拡張。これあれじゃない？なんか今話題になってるやつじゃない？なんかね、白に1枚すごいやついたんだよ。これじゃない？あ、違ったわ。真実の商人。何これ？ 4725 で飛行、あ、天使探偵か。で、あなたがコントロールしているトークンじゃないクリーチャーが死亡するたびに調査を行う。で、コントロールしている全ての手がかりは3秒持つと。あ、面白。手がかりいっぱい並べて、3秒でパンチと。変わってますね。25っていうのが謎のケツデカが飛行と噛み合い悪いけど、まあ。まあでも一体死亡で調査1だから、
そうですね、1ターンに1回とかの制限もないし、もしかしたら強いかも。で次が、ボーダーレスで多分土地ですね、白黒とかかな、白黒ですね、薄暗い裏通りで、そっから次ラストか。うわやった待って、今回のパックで最後拡張やだな、何これ。あー、自然な溶け込みですね。まあ、4マナで、まあ、カンパニーみたいなカードなんだけど、まあ、ソーサリーだからね、もうそこは大きなカンパニーとの違いだけど、ただ絶対スカらないんだよね。2枚偽装して出せるし、で、偽装したカードはね、結構なんだろう、こういうプレイアブルなカードで出てくる偽装は、コンバットトリックとして、全然その構築フォーマットでも使えるから、俺これね、結構期待してんだけどね、なんか今のところまだ、なんとも言わないけど、多分そのうち時代を飾るカードになるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるよ。まあ、このパックはちょっと、塩だったな。そう、我々の業界用語でいうところの塩だった。まあ、さっきね、アンズラグ引いてるから、まあ、多少の塩は受け入れていけ。で、3パック目だ。まあ、でもちょっとあれだな。こうやってみると、まさかのラブニカリマスターが激アツだったっていう。これだったらラブニカリマスターをね、なんかもう一箱ぐらい買うかな。なんかまあでもスタンダードしたいだな。スタンダードはね、もうほんとジジイの夢みたいなこと何回も言うけど、なんかわしが若かった頃みたいにスタンが流行ればってね、僕は思ってしまうんだな。そう、熱かったね、スタンダードの時代がね、帰ってくれば全てが良くなるという、なんか老害みたいなことを考えてる。本当はそうじゃないかもしれないけど、そうであってほしいというね、願望からね、スタンが復活すればなって言ってんだけど、まあどうだろうね。でもね、やっぱね、マジックはね、常々ね、遊びながらね、おもろいなって思うから、だからなんかね、未来はありそうな気がするんだけど、わからんで、ね、妨げる若者、若者を超え、もっとほんと、マジックに。イラスト結構面白いな、こいつら。で、次が、やらせはしない、かっこいいね。あれ？でも、ボーダーレスな、やらせはしない。いいな。アタッククリーチャー追放というので、まあ結構コスパ、良いかな。その動作が決められてるから、止まってるものに打てないので、そこ弱いけど、まあでも2万円追放だからね、死亡誘発とかも起きないし、強いかもしれない。で、こっからですよ。レアまず、無色のレア。クリプテックスぐらいしかないだろ。クリプテックスでございます。証拠収集いるけど、まあ2マナのマナファクトってので、まあ2マナでマナファクトは、基本的にないんだよね。なぜなら緑が2マナで土地持ってくるってので、そう、緑の特権階級なわけなんですよね、その行動は。そう、既得権益なんだよ、緑の。だから2マナでマナランプっていうのは本来できないんだけど、まあ、証拠収集することで、まあ、どのカラーでもできるというクリプテックスでございます。で、最後、クリプテックスサクって、重宝さんを行って、3枚いけるんだけど、会場カウンターが5個以上ないといけないというので、まあ、5回起動しなきゃいけないから、と、すさまじい証拠が集まってないとできないですね。まあ、でもちょっと使えそうな気がするな。で、次、拡張。拡張な、なんか、特にないんだよな。何これ、左、あー、トロフィーか。暗殺者の戦利品でございます。まあ、かつてね、2018年にこいつが登場した時は、もう世界が湧いたもんだよ。こんなカードが出たらジャンド1強になるみたいに言ってたけど、なりませんでした。それどころか、これによって終わると言われてたトロンは、もうどんどんね、勢力を拡大してって、そうですね。暗殺者の戦利品、2マナで何でも壊せんのよ。なんと土地までいけんのよ。その代わり、それのコントローラーが、基本土地タイプ持ってるカード持ってこれるってので、あ、基本土地だっけか。基本土地カード持ってこれるっていうので、まあ、アドゾーンにはならないようにはなるっていうカードだけど、2マナで全てに触れられるというね、替えが効かないカードでございます。で、次がボーダーレス。何これ？あ、コマンダーの、なんかジェネラルだろうな。はい。カウストさん。ナヤカラーのジェネラル。林間の目カウスト。22で、このターンに表向きになったクリーチャー一体がプレイに戦闘ダメージ当たるためにカードを引く。このターン限定なのか？なるほどね。クリーチャーに、カササギ能力与えるんだけど、このターンを手になったやつ限定だから結構狭い。で、タップで、裏向きのやつを、裏向きのアタッキングクリーチャーを表にできると。あ、ちょっと強いな。だから表返るのに、かなりコストかかるようなやつとかを、まあ、ノンコストで表返らせれるし、で、まあ、ドローもできるしというので、まあ、なかなか強いんじゃないかな。なんか両軸で攻めれるね。アドバンテージ稼げるからコンボもいけるし、で、それに加えて、まあ、打点も結構入ってくしっていうので、いや、意外と強いかもしれない。2マナで、そう、やっぱジェネラルって色使ってれば使ってるほど強いのよ。そう、普段のマジックの構築と違って、ジェネラルは色使えば使うほど強いから、だからデッキの構築幅が広がるから、だからこれはね、2マナでこれはね、相当やってますね。めちゃめちゃ強いんじゃないかな。で、次。で、次最後は。お！なんか、あ、違う。まだ最後じゃないわ。次、そうですね。ショーケースのボジェクの調査員が来て、で、次はラストが。で、ボジェクの調査員はね、3マナ24で飛行警戒だから、殴りながらブロックいけるから、割かし
けどな。で、まあ、誘発がアップキープに相手の方が反動多かったら、まあ、調査が行えるっていうので、まあ、すぐにはドローにならないけど、まあ、サムナ24飛行警戒ね、かなり構築でやれるスタッツしてるから、それにおまけがついてんのは大きいかもしれない。ただ、これが生きる効果は、結構早い、なんつうんだろうな、その、相手の方が反動多いっていうのは、コントロール系とかになるだろうから、それに対してなんか24飛行警戒っていうのはちょっと、寂しいかな。で、早いデッキに対して使うと、このスタッツは強いけど、この能力が弱いというので、ちょっと血がはぐってるけど、まあ血がはぐってるっていうか、まあどっちにもいい感じに入れられるっていうので、サイドカードとしては相当強い部類なんじゃないかな。モダンとかでもやれそう。で、次、で、次が最後。で、次が、これがスカシかどうか。R。英語だったら、あ、ダメだった。日本語だった。でもスラルだった。あ、いいですね。まあ、スラルは、今現在ね、その環境を支配してるっていうか、まあ、いろんな、環境をぶっ壊しまくってるアトラクサへの、まあ、アンサーカードとして、かなり強いんで、そうですね、フォーマットを問わず、どこでも使える強いカードで、このバージョンが欲しいという方には、これが最適である。何を言ってるんだ、俺今。なんか当たり前のこと言ったぞ。で、これが3パック目か。いや、やっぱりね、コレクターブースターはいいな。コレクターブースターは、健康になる。申し訳ないけど、誰に申し訳ないか分かんないけど、申し訳ないけど、健康になる、これは。うん。これを買うのをためらってる人は、買った方がいい。そうですね。まあ、今回ラブニカリマスターよりかは安いよな。なんかね、都内で俺2200円ぐらいで売ってんのは見たから、まあ、2200円で、まあ、レアが、計5枚ぐらい手に入るんでしょ。うん。まあ、プレイブースター買うよりかはこっちじゃないかな。やっぱりプレイブースターになっても、そう、リミテやらない限りはね、なんかレア集めるパックとしては、ちょっと微妙い感じがするから、そうですね。なんとなくがむしゃらになんかレアを集めたい人は、コレクターブースターを買え。そう、バカとブース、バカとブースターコレクターブースターを買えっていう名言ですね。で、山からの、防安ショーケース。あ、いいね。あ、なんかこれは、答えの要求が2個揃った。これは答えが、導き出される。答えの要求が2回来たということは、答えが導き出される。緑の、デーン、トロスターニエのお目通り。なんかパチンコの演出みたいだな。あ、ダメでした。っていう、ダメ演出ですね。で、次がモーダーレス。あ、じゃあ拡張か。拡張の、普通の拡張。火炎術の演出者。これね、マジで、リミテで、分からされまくった。こんな簡単に火力飛んだらしんどいでしょっていうので、まあ、表返った時に、その表向きになったやつのパワー分ダメージ与えるんだけど、まあ、こいつが普通に3点飛ばしてくるのだるいんだよな。で、しかもなんかアンセムとか貼ってあったらさ、4点飛んでくるじゃん。で、他にもなんだろう。なんか適当にさ、表返したらさ、6、7のワームとかさ、ヘリオンか。あれとかでも6点飛んでくるんだろう。これね、とりあえずリミテッドはスーパー番長だったら、裏向き表にするだけで人が死ぬからな。うん。で、構築においても、まあ、2マナだから、速攻ないとはいえ、熊の角火山から4、3で着陸するっていうのはちょっと魅力なんで、うん、そうですね。まあ、熊の角火山はやっぱ速攻持ちがさ、出てくるとさ、すぐに3点とか入るから気持ちいいけど、まあなんだろうな、その後の、なんか試合の長さから考えたらこっちが強いこともあるかもしれない。で、次がコマンダーのカード。ほい。遺体の追跡。なんだこれ、青いソーサリー、墓地ストーム調査この、もう墓地ストームとかさ、今んとこないのよ。そう、フューチャーサイトの時に未来にこんなカードがあるかもよで出てきただけの効果だからさ、なんかあったかもこんな墓地ストームってありましたよねっていうので出てこられても困るんだよな。墓地ストームってこのターンに墓地に落ちたカード分コピーされるんだっけ。あー、なんかそれも定かじゃないんだけど、まあ、とりあえず調査を行うだから3マナで、その手がかり1個しか出てこないから、ストームがないと話にならんぐらい弱いな。で、しかもソーサリーだから、まあ、相手の行動のレスポンスとかに打つこともできないから、自分でストーム貯めてやるだけじゃないか。で、まあ、出るのが言うて調査トークンだからね。うん、ダメじゃないかな。墓地ストーム。てか、墓地ストームだからそもそもストームじゃないわ。まあ、なんか、微妙じゃないかな。で、次が、ショーケースの、お待って来たんじゃない？デン！あ、お前かよ！お前だって。アルキストくんじゃん。デルニーじゃないのかよ。操作の達人、アルキストプロストくん。まあでも俺、こいつで、実は結構期待してますね。そう、3マナ33警戒で出た時に、まあ手がかり1個と。まあここまではね、ちっちゃいのよ。ここまではちっちゃいんだけど、最後にアドリウスの最終奥義であるスフィンクスリベレーションをなんと起動能力でやってのけるっていうので、まあ3マナ X と手がかり避けることで、X ドロー、X ゲインができるんで、まあ3マナ33警戒で殴りながら、まあ戦場に残しておいたらやばいぞっていうので、そうですね。相手のなんか、意識を分散させるいいカードとして、
なコントロールキーに入れてもいいんじゃないかなとはちょっと思うかな。まあただその手がかりが絶対1個いるから、そこがね難しいよね。アルキストへ出しただけの手がかりをずっとこれまで持っておくとしたら、なんかあまりにもこの手がかりがさ、使いづらいから。やっぱりこれね、手がかり1個がいらんかったなと思うな、で次。で最後が、おわないこれ。うわ、期待じゃん。あれじゃん。神話では期待だ、お前。出たカイロックスのボルトストライダーでございます。なんとこいつこのなりで神話レア。この見た目で神話レアだったカードは結構マジックを長い歴史も少ないんじゃないかな。というわけで、まあ3マナ44登場2の期待なんだけど、まあ証拠収集6でもまあ登場できるという、まあ特殊登場を持ったカードで、で、こいつがアタックするたびに、これにより追放されてるカードの中からインスタントソーサリーを1個、まあ普通にマナコスト払って唱えることができるという、まあそういった能力もありますね。うん、だから証拠収集で追放したカードをまあ普通にマナ払って使うという、まあまあ普通にコスパ悪くないけど、そうだな、3マナ44なんか、やっぱりね、このスペルとね、生き物の同居が相性悪いんだよな。まあ、一応このボルトストライダーは、墓地のそのギミックだけで登場できるから、まあ、クリーチャーいらないからさ、スペルのみのデッキにも入れれるけど、どうだろうな。いや、意外と強いんかな。なんかあのね、今読んでたらもしかしたら強いかもしれない気は、多少してきた。うん。というわけで、シーンもあれやでしたと。うん。こんな感じだ。で、これにて4パックか。まだ、まだ8パックもあんの？楽しい。いやー、2万6000円ぐらいしたけど、全然いいな。プレイブースターが1万8000円ぐらいすることから考えたら、それに8000円足すぐらいで買えるんだったら、ちょっといいな。まさかプレイブースターが値上がることによってコレクターブースターがちょっと割安な感じになるとは思わなかったな。じゃあ次、コモンのカードからだな。で、コモンと。で、アンコモンが、1。2、3。で、沼から、水利。で、水利から、フォイルの、でん。あれか、これルアー内蔵のやつか。5マネ4号で、まあ、結構普通のカードだな。重いのか普通のカードです。で、こっから、レア。左緑のレア。左緑は、緑白か、緑青。なんでしょう。じゃん、ドッペルギャングでございますね。まあ、大量のドッペルギャンガーでございます。まあ、トリプル X で X 対ターゲット取って X 個コピーが出るという、まあ、X の値がバカだったら、もうめちゃめちゃバカです。だから3個選んで、それが3個ずつ出てくるから、なんかもう本当にオーバーキルカードですね。タイマンのマジックにおいては、まあ、打たれたら、もう通ったら負けっていうような、そんな感じのカードだな。まあ、コマンダーっていうかあれか、そのリミテッドでも、その X イコール2がもう8マナだから、8で勝ち確みたいな打ち方できるから、結構使いやすいかな。で、次が拡張、何これ？白い！おい！ああ、第10関空の英雄ですね。まあ、2マナ23で、2マナで、証拠収集2で、まあ、44になる。で、証拠収集4で、最終的に伝説のクリーチャーになれるという。まあ、なんか、大建物みたいだな。なんか、こういうさ、進化していく系のカードの最終形態が伝説なのね。なんか個人的にフレーバーとしては好きだから、うん、なんか、ちゃんと成長したなって感じがするんで、まあ、好きなタイプのカードである。で、カードが強いか弱いかで言うと、まあ、結構その、最初の進化は早いから強いんじゃないかな。2マナで、44警戒になれるから、で、もともとが2マナ23だからね。まあ、究極ずっとなんつうんだろう、ニートのまんまでも、そこそこ強いと思うし。証拠収集4が難しいのかな。これを使うようなデッキって、あんまその、能動的に墓地にクリーチャーいかないだろうから。で、あと4ってね、むずいんだよな。その1枚で済まそうと思ったら4マナのカードじゃなきゃいけないじゃん。だからそのなんか3マナのカード2枚とかだと、なんかコスパ悪かったりもするから。4っていうのはね、なんか意外と難しいのかもしれない。2はね、楽勝だからいいんだけど。で、次、拡張。おい。証拠固め。これ、コマンダーのカードか。出た時に調査を行って、あれか、その調査、手がかりが装備できるという、まあ、特殊カードですね。まあ、よくあるんだよな、こういうなんかご当地トークン装備できる系のカード。地トークンの時もあったしな。まあ、どうだろうね。普通にコスパ悪いのは2まだ。これ1とかだったら強いけどな。2払ってプラ2プラ0はあまり強くないかも。で、次が、普通のボーダーレスレア。土地だな。これ。優雅な談話室。赤白だけど赤白に見えてえな。マジで。こうフレームなかったら赤黒かなみたいなので。まあ、ボロスカラーの、まあ、調査図ですね。ただ、ボロスカラーは、岩への繋ぎ止め使えるから、普通にこれ結構強いと思う。ボロスカラーが多分ぶっちぎりでいいんじゃないか。なんかボロスバーンみたいなの組んだ時にタップインってもう露骨に弱点になるけど、まあ、それを考えてもいいと思うんで、
まあ、優雅な談話室は持っておこうです。次が最後。最後ね、これ。ふかし出る？ふかしそんな簡単に出ない？まあ、出ないわな。トルシミエールでした。まあ、というわけで最後はトルシミエール。最後もトルシミエールね。これ激強ですね。ああ、5-5のボジャと、まあ、自身が3-2半コンと。で、アタックするたびに、そのボジャにブロック強制させるというので、まあ、5マナのボジャがね、それ突っ込んできたら、それ死んじゃうでしょっていうので、まあ、強いカードかな。まあ、そんな感じでしたと。で、これが、一応右列最終パックになるのかな。まあ、1パック目が、まあ、一番最高だったね。さあ、というわけで、右列最終パックを開封していこう。ちなみに、結構ね、なんかその、ピントがね、いろんなところに飛ぶせいか、カードのピントが合わないというので、俺、顔があるからか、これ。顔のせいか。まさか僕の顔のせいでこうなるのか。だったら、ちょっと顔隠すか。そうすることによって、ピント合う。合いそうだな。まあ、とりあえず、コモンのカードからいくぞ。で、コモンと。で、アンコモンが、3回あります。1、2、3。で、島から、あれですね、ショーケース、あ、出た！きらめく機械ドレイク。こいつね、多分将来的に超有望だと思う。てか、マジで強いと思うわ。そのリミテッドで、もう毎回さ、もう本当にのた打ち回るほどこいつに苦しめられてるけど、挙動としておかしいよな。2マナ11飛行でさ、調査が出るから、手がかり1個ついてくるわけじゃん。で、アーティファクトさくるだけでプライチカウンターが乗っかるわけで、もう普通に2マナ22飛行はもう、確保されてんだよな、この段階で。で、その、サクリ誘発で乗ってっから、なんかモダンとかで電結の後輩者とかさ、一緒に使ったりしたら、強いんちゃう。これね、マジで構築絶対いけると思う。絶対こいつは強い。で、次が闇打ち。まあ、リミテッド専用除去だな。マイナー X 修正だけど、打ち消されないがあるから、まあ、誤報を突破できるという。かなり環境に愛された除去ですね。その変装を突破できるから、強い。で、次がレア。白。なんでしょう。白の、承認隠滅。まあ、今回登場した新しい4マナ全除去でございます。まあ、クリーチャー全体破壊して、で、その後、最大クリーチャーコントロールしてる人は、手がかり1個っていうので。なんか4マナの全除去ってさ、かわいそうだからってので、なんかその被害受けた側にさ、何かしらメリットが働いたりするけど、過去最弱のあれだな。なんか空の粉砕とかだったら普通にワンドローくれたけど、まさか手がかりっていうので、ドローするにも一手間だからな。で、次が拡張。ドッペルギャングーですね。で、ドッペルギャングーから、これ知らんな。赤いコマンダーのカード。衝撃的な展開。これ衝撃的すぎるだろうな、これ。怖っ。5マナインスタントで、あんたがコントロールするクリーチャー一体を対象として、それが裏向きだったら表にする。で、その後それはそれでない各クリーチャーにそれぞれそのパワーに等しい点数ダメージ与える。あー、なるほどね。え、クリーチャー一体が全体にダメージ与えんの。ほー。で、裏向きじゃなくてもいいもんな。あ、な、裏向きだった時は結構なんかトラップカード発動みたいになるから、おもろいね。ああ、なんかできればその裏向き系と使いたいけど、そうじゃなくても、まあなかなかいいカードなんじゃないかな。ただその対象フィズったら全部立ち消えるから、まあ使いづらいけど、面白い挙動のカードで次。これはショーケース、青いショーケースなんだ。R。ラザーブ。ラザーブさ、これ超強くない？アタックするために墓地追放して、調査を行えると。ただ、墓地ないと調査できないから、そのフェッチとかない環境だと弱いけど、フェッチある環境だったらさ、お互いあるわけじゃん、フェッチが。ってなったら、2マナ23で毎ターン手がかり出すカードは、かなりエグいと思うんだけど。で、さらに手がかり探るだけで、まあ、その、なんかのコピーになれるっていうのもあるから、そうですね。いや、これはね、その、まあ、なんだろう、フェッチ追放してもさ、別にこれのコピー先いいもんにはなれないけど、単純に2マナ23でアタックでその効果はやばいのと、あとまあ墓地体がナチュラルについてるから、なんか墓地使うデッキに刺さりまくるというので、ラザーブ期待しております。で、最後。さあ、出るか？ふかし出るか？ふかしは出ない。ああ、ギルドパクト2部リセット。もう2部様なんかすごい、もう、なんか見てくれはいいけどさ、レアなんだよな。そこがなんかな、いやー、まあ、今回のこのショーケースね、なんか意外と嫌いじゃないな。なんか最初データで見たときはさ、微妙いかなと思ったけど、手に取ると意外と良かったっていう、まあ、新しいタイプなの。で、まあ、ちなみに、まあ、こうやってさ、ふかしフォイルとそうじゃないやつ並べてみると、ふかしの方がさ、ツルツルしてるから、まあ、このずらした段階である程度、まあ、わかるっちゃわかるんかな。そうだね。で、この感じからすると多分、ふかしフォイルは、ワンボックスに1枚なのかな。
まあ、だとしたら、まあ、なんずらくを、まあ、大事にしていくだけの話でございます。まあ、前半戦は楽しかったよ。うん。普通になんかそれっぽいやつも弾けたし、要は満足である。というわけで、後半戦6パックいきたいと思います。さあ。あとはシリアルナンバーさえ弾ければもう言うことはないけど、さすがにそれは高望みのしすぎなのか。まあ、今回8種類しかなくて250ってさ、めちゃくちゃ世界にないよな。驚くべきほど世界に枚数ないけどさ、それって大丈夫？なんか俺の感覚だったら1枚100万円ぐらいしそうだけど、そんなしなくても大丈夫？それが出たらいいけどな。あ、それメモリアルなカードはね、当てたいよね。これ動画にさなるからさ、やっぱりそのシリアルみたいなやつはもうこの動画で出たカードっていうので、ちゃんと記憶にね、しっかりこびりつくからさ、操作したい。で、吉報の訪れから、あ、クロールのムチ打ち、え？あ、これこんなんなんだ、ショーケース版。激強カードですね。もう意味わかんないな。2マナ3人と同じで出た時にトークン破壊というので、これ生き物破壊できるのやばいね。大体この手のさ、クリーチャー出ないトークンと書いてあるけど、クリーチャーいっちゃったよ。これはね、マジで強い。で、2マナ3人到達じゃん。おー、まあ、殴ってよし、ブロックもいけて、で、アド取れるというね、もう謎のカードだね。宝物1個破壊しても悪くないから、さすがにこれは、なんかあらゆるフォーマットで今後期待できるんじゃないかな。もうめちゃめちゃこれ好きだよ。リミテッドでも大活躍。で、次。で、次がレアか。レアは青いカード。青の、ほい。あ、蒸気学の学者が、まあ、強いカードですね。3マナ2に飛行警戒で出た時に2ドローの後、あと2ディスカードと。まあ、ただインスタントソーサリー飛行のカードだったら、まあ、1枚ディスカードで済むっていうのでアドバンテージが稼げます。イエーイ。で、次が確証。もう承認隠滅じゃん、さっきの承認滅でございます。ここだけでわかるな。で、次がコマンダー。コマンダーのカードは、異世界の随員。おー、なんかエイリアンの裏切るアンドロイドアッシュみたいな顔してんな。4マナ43で瞬速持ってて、死亡時に、これがスピリットでない場合は、これをオーナーのコントロール下で蓄積カウンター4個乗った状態戦場に戻す。で、これはスピリット探偵である。これは人間ではない。ああ。蓄積カウンター4個、うん、で、2マナタップで蓄積カウンター外すと、このターンにあなたがダメージを与えたクリーチャー一体対象として破壊すると。なんか回りくどいな。まあ、とりあえずだから4マナ43瞬速で死んだら、その43のスピリットになるし、で、まあ、蓄積カウンター外すことで、まあ、除去とかも内蔵できると。ああ、もう悪くないけど、なんともだな。まあ、でも、コマンダーで使いやすいカード。で、次が、ショーケースレア。はい。加藤同じ。もう、これめちゃくちゃ弱いな。アドリウスから2マナインスタントで、ターゲットを増やすために追加コストで2マナ払わなきゃいけないけど、望む数のプレイヤー対象として X 回調査を行えると。で、X はそのターゲットプレイヤーのクリーチャーの総数だから、まあ、多人数戦で、まあ、まあ、3人。っていうか、その3人選ぶだったら、白トリプル、青トリプルだから、かなりきついぞ。うん。で、それで6マナ払って、手がかりがたくさんっていう。うん、わからんな。なんか全然、パッと見た限りは強くない。で、次が、最後はなんだ？今何これ？おぉ！わぁ！お前、お前さ、ちょ、待ってよ。ちょ、待てよ。お前これ出るに行けただろ。なんなんこれ。探偵のくせに出しゃばりすぎだろ。いや、探偵は出しゃばりか。探偵は出しゃばりか。待ってください、警部殿、みたいので。すごいよな。めぐれ警部とかだったらさ、まあ、コナンとか新一とかもさ、まあ、もう、やり慣れてる関係だからわかるけどさ、ご当地警官のとこにもさ、待ってくださいって行ける。あのメンタル相当 YouTuber として強いと思うわ。いやー、確かに探偵はね、出しゃばりだから、そうか。アルキストくん、それ出たがりなわけだ。ちょっと控えてほしいな。っていうか、俺が期待したそのデルニーの枠を取って出てきたのが許せない。アルキスト勘弁してくれよ。はい、次のパック。まあ、とはいえ、これまだ左列2パック目だからね。全然まだまだ。まだまだ戦える。まだまえるぞ。で、コモンのカード。で、次がアンコモン。見物人、分回しや、証拠森林と。で、次が、島で、ショーケース2回か。ショーケース、ショーケースホイール。で、これも結構強いよな、推理。なんか今後、コントロール系デッキ、それスタンドコントロールデッキが出たら使われること間違いなし。で、次が、レア、おでもダメだ。待って、お前これアルキストだったら出しゃばりすぎじゃない？
あー、イズリムだった。てか、探偵デシャバリだな。待ってください、警部殿。お前もか。探偵社社長イズリムでございます。まあ、今回その、まあ、探偵会社ってのがあって、まあ、そこにみんな所属してんのかな。あー、で、それをまとめる大ボスでございますね。一番目立ちたがり屋じゃねえかよ。こんなので現れて推理なのか。なんかこの武器が全てを解決させそうだけどな。まあ、5マナ5号で飛行で出た時に調査2回と。で、1マナでアーティファクト探ることによって、飛行警戒呪言の中のどれかが得られる。あと、ハンコも得られるか。だからまあ、そうですね。除去体制内蔵しつつ回避能力を持って、まあ、防御にも回れて、原因もできるという、まあ、言うことなしのイズリムさんです。まあ、ただ着地の、その誘発、この着地誘発の2個出すの時に除去られると、運も言わさず消されるから、着地狩りしろ、こいつは。狙い撃つでで、倒せ。で、次。危険な欲。まあ、これもね、難しいカードだよな。よくあるその黒のクリーチャー柵って、まあ、ドローできる系のカードなんだけど、なんとこれね、クリーチャー柵って3ドローと3ドレインするのよ。3枚も引いて3点ドレインするってので激強なんだけど、柵利物の条件が厳しいんだ。このターンにダメージを与えたクリーチャー1体というので、まあ、なんかトークンいっぱい並べて殴らしたりしたらできるだろうけど、なんかこの手のさ、カードを無駄なく柵るみたいな、なんか構えたりして打ったりができないんで、能動的かつさらに能動的な動きになるからね。まあただ使えたら強いけどな。3点ドレインだからね。多少なんか、その相手の防御とか無視してても、まあ耐えられる点数の原因させてくれるんで、まあ期待はする。で、次がコマンダーのカード。物静かな捜索者。2マナ2に人間探偵。戦場出た時に調査を行う。まあ最低限の仕事はするな。で、このターンに戦闘開始時にあんたがコントロールしていて失踪されているクリーチャー1体につき、1回調査を行う。で、その後、あなたがコントロールしてる各クリーチャーそれぞれ思想されていない。何これ待って。不思議な文章。戦闘開始に思想されてるクリーチャー分だけ調査を行って、で、その後、全員思想されてないなんだ。思想されてない。もう、すごいね。なんか水かけ論みたいだな。まあ、思想解けるという、唯一無二のカードだね。まあ、思想最近幅利かせまくってるから、意外となんかアンサーカードになるかもしれない。で、次が、まあ、ボーダーレスの、まあ、緑白の調査ランドで、最後。とどめないこれ。お、お、待って待って。来たんちゃう。そっちかな、これ。あ、どっちか。そうか、ボーダーレス超ボランドもあるのが。また、ゴルガリカラーです。ゴルガリカラーの、まあ、超ボランドは結構、ゴルガリっぽいね。なんか一番長方っぽいからな。まあ、それで言ったらディミアなんだけど。まあ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 、まだまだ慌てるような時間ではない。なぜなら4パックもあるから。4パックもあるから、このコレクターブースターっていうのはね、もうその最後の最後に何が起きるかわからないことで有名だから、全然残り4パックだろ。どうにでもなるぞ。いくらでもやり直し聞くから。最後にもうワンアンズラグ級のやつ来てほしいな。普通のレアでなんか出てないもんな。その赤の事件か青のあの街灯は欲しい。あれはもう使うから、後で絶対シングルで買わなきゃいけないから、シングルで買う量を極力減らすことが最大のたしなみである。で、森から、殺害。で、遂行中からの、赤い！お、来たんちゃう？おい！あー、だめ、アンザクの思いだった。アーティファクト全部ぶっ壊して、ライブラリートップからクリーチャーが飛んでくるようで有名アンザク。で、次は拡張。点と点を繋ぐ。もう分かった。ここで分かったわ。これなんかレーザーでこいつバラバラになったら面白いんだけどな。で、次がコマンダーのカード。コマンダー、え、待って待って、え？ああ、あるか。お、フェザーじゃん。あ、フェザーなんかいんの？うわ、懐かしい。変わってないね、マナシンボル。変わらずのフェザーさんでございます。サイズちょっと変わったか。変わったかな。飛行、ハンコになってる。一時代気づいたフェザーさんが、まさかジェネラルになって、ジェネラルっていうかそのコマンダーにやってきましたね。前より美人だな。あなたがこいつを対象としたクリーチャー以外の呪文を唱えるたんびに、当たり前だろ。対象としてるクリーチャー呪文なんかないだろ。その呪文が対象にできて、これでない望む数のクリーチャー選んで、それらのクリーチャー1体につき2マナ払う。はぁ、あ。そうしたならば、それのクリーチャー1体につきその呪文をコピーする。で、そのコピーはそのクリーチャーを対象とする。だからあれか、前のフェザーは、その巨大カートが当てると、まあ、それがエンドに手札に戻ってくるってので、何回でも強化できるっていう強みだったけど、今回は周りにあげるのか。なるほどね。だから前のフェザーは点で攻めるデッキだったけど、今回は、まあ面でも攻めれると。一応2マナ払ったら、こいつもう一回対象取れる？あ、ダメだ。望む数の他のやつだったわ。まあ、でも、まあフェザーさんね、
あの昔スタンダードとかで大人気だったし、まあ、パイオニアもその黎明期最初の方はねよく使われてたんで、まあ、思い入れある人多いんじゃないだろうか。まあ、そんなフェザーさんが帰ってまいりました。で次が青い M、 青い M 何、あ、陰謀の解明者もショーケースなんだ。なんか通常版のイラストはすごい印象的だったけど、まあ、ショーケース版がこれでございます。まあ、あの分かりやすいね、括弧文がないからショーケース版の方が陰謀の解明者はなんか綺麗にまとまってて好きかな。証拠収集10を行って、まあ、呪文を唱えられるでございます。で最後、で最後はこれ見て皆さん、これが一応シリアルナンバーのあるフレームです。シリフレいけ、アンズラグの猛威アンズラグの猛威もこれあんのかよ、マジかよ。まあそう簡単には生かしてくれないということが判明した。まあまあまあいいでしょう。まあまだまだ3パックあるから、まだ3パックあるから行くぞ。手がかりトークンからの、まあ、古文のカード、まあ、この辺は最近よく使うから、まあ、どれも思い入れあるけど、まあ、リミテッドだけの話だな。で、あんこが、3枚あって、土地からのショーケースが、その場しのぎの束縛、リング除去からの致命的な紛糾。これ、ただ強いな。3枚で除去って、容疑晴らすっていう。これ、普通に強いカードな。で、その後がレアだ。左緑、伝説、トロスターニ、トルシミール、バニファール?バニファールだった。いやーこれな、4マナ3、4で毎ターンハンドから偽装するか無職のクリーチャー全体にプライチカウンターばらまくかってので、アドバンテージ稼がしてくんないんだよな。まあそのテンポは加速するよ、出た瞬間にハンド偽装できるからテンポ加速するけど、ハンド失ってるからね。だからなんか新ワレアだったらトップから偽装させてくれていいんじゃないのっていうツッコミどころがありますね。グリッサとかだったらなんか運を言わさずさ2個培養機くれんのに、なんなんこいつ本当に。やっぱファイレクシアのカービーズのが先行ってんな。バニファールやっぱダメだな。で、次。で、次が、拡張。何これ?でも通常収録だろ。あ、ゾウさんか。ゾウさん内蔵したゾウさんですね。そう、白のなんとかの贈り物っていう、なんかビーストウィズインみたいなのが、まあ、新しくなったバージョンだな。表向きになった時に、そのパーマネント1個を対象として、まあ、それ追放して、俺のだったらタップで帰ってくるし、対戦相手だったら、まあ、その22の探偵トークに変わるっていうので、まあ、自分のクリーチャー除去から守ってやったり、まあ、CIP 使い回すこともできれば対戦相手のクリーチャーを滅ぼすこともできる強いカードで、次があれ?あ、ちゃんとあるんだこれフォイル枠って。あ、なるほどね。まあ、一応コマンダーのカードはランダムに光るということが判明しました。じゃがじゃんモルスカさん、まあ、色結構使うな。いいね。バントカラーの、モルスカさんは手札の上限なくなる。でアップキープに調査を行う。で、アンダー各ターンに2枚目のカード引くたびにプライチカウンターが2個乗っかると。あ、じゃあ結構こいつでかくなるな。各ターンに2枚目のカード。だもんな。まあそうだな。まあ一応対戦相手全員のターンとか経由して使えば、まあ割かし10とかにはすぐなるんかな。また、あ、ハンドの上限なくなるっていうのも、まあ結構ね、強いんだよね。ハンド上限なくなるは意外とコマンダーだと強くて、なんかアホみたいなドローする方法がたくさんあるから、そこで役に立つかも。で、次が、通常のショーケースだな。殺人調査員。まあ、2マナで後稼げるクローム生物。で、この次、お、待って普通のボーダーレス。わからん。せーの、じゃん。あ、そうか。まあ、待って、ザリストのホイールカンドが。いや、マジか。まあ、ショーテルとかだったら嬉しいけど、犠牲かよ。クリーチャー2体リアにして、まあ、クリーチャー1匹サクるという、まあ、そういった特殊リアにでございますね。まあ、ただ、挙動でこれ追加コストでサクるわけじゃないから、なんか打ち消しとかには強いかな。ただ、やっかその、サクるつもりのクリーチャーが死んだ時とかに回避かなくなるから、そうですね、カウンターに強くて、なんか除去持ってるデッキに弱いという、まあ、そういった犠牲でございます。まあ、2体釣ってこれるからね、まあ、コマンダーだとよく見るけど、あんこなんだよな、元が。元があんこだからね。いや、待って、ザリストのスペシャルゲストホイールはきちいぞ。マジ。ラスト2パックだ。ラスト2パック。なんかだんだん、アンズラクが最大瞬間風速だったことが明らかになりつつある。マジで。まあでもそんなもんか。まあ手がかりからの、古文のカードが。でも逆にこれアンズラグなかったと思ったらもう立ち直れないな。こんな感じなんだな。アヘリックスボイルいいね。で、一歩上へ、島。
で、ショーケース、レア、左赤、伝説じゃない、なんだろう。ああ、いいじゃん、先導者の号令じゃん。もうなんか一周回って嬉しくなったわ。俺このカード弱い唱え続けてきたけど、もう一周回って当たりレアと俺は認めよう。まあグロリアスアンセムの火力飛ぶ版ですね。まあ有名カードは栄光の召喚が、まあ赤加わってるから火力が飛ぶっていうので、まあ色構造こそあるけど上位互換でございます。全体プライチ修正に加えてクリーチャーが出るだけでダメージ飛ぶ。まあすごいボロスらしいカードですね。まあ横にいっぱい並べることによってダメージ飛ぶ。横にいっぱい並べることによって火力が上がる。まあものすごい噛み合ってる。というわけで現在かなり人気のレアカード。で次が拡張。プロフトの映像記録。まあ微妙な、なんか、ドローすることによってクリーチャー強化できるカードだね。まあ出た時に最低ワンドローできるから、一応これによって下のその戦闘時に2枚以上カード引いてた場合にプライチカウンター乗っけられるっていう、まあ誘発がいきなり達成できるので、まあ1マナ目にクリーチャー出してたりすると、まあ動き的には強いかな。ただその、2枚以上引いてる時に、その、マイナ1個乗せられるんだよな。そのターンに引いたカードの枚数、マイナ1個分プライチカウンター乗っけられるから、まあ普通に考えたら1個とかしか乗らないんだよね。まあただ2マナのカードとしては結構挙動として強いと思う。で、次が、何これ？お、なんか新しいコマンドのカード。稲妻を曲げるもの、3マナ4に変装に。こいつが表向きになった時にこの能力でない望む数の呪文や能力を新しい対象を選んでおる。うわ、すげえカオスなカードやってきたな。あ、マジか。へえ。まあ、ターゲット曲げられる。しかも呪文能力なんでもいい。しかも望む数だから、なんかスタック乗りまくってて大変な状態の時とかに表返るとゲーム終わるから、まあ面白いな。ただ結構そのシチュエーションが限定されてるから、毎度強いかっていうとそういうことはないけど、まあでもコマンダーってそういうゲームだと思うんで、楽しく遊んでいこう。で、次が、カイロックス。まあダメな恐竜カイロックスでございます。で、最後が、ツルツルはしてなさそうだな。そうだね。普通の、R の、なんでしょう、エズリムさんでございますね。エズリム、どう考えても、普通イラストはかっこいいな。横から見るとエズリムなんか違うねってなるね。正面から見るとあんなかっこいいのよな。やばい、横から見た瞬間、なんか乗り物も結構、微妙かった。はい、というわけで。ラスト、1パックでございます。泣いても笑ってもこれが最後。もうこれ以上あがきようがないです。わー。まあ、そうだね。アンズラが当てた時は、あんなに希望に満ちてたけど、これが人生だ。そう。最初がいいからって、最後までいいとは限らない。もうこれを学んだ。もう今日はこれを学んだよ。うわー、頼むよ。頼むよって言っても、でもなんか、ないもんな。まあ、該当は1枚出てほしい。普通に使うカード、該当が出てほしい。で、あとまあ、もう、ちょっとしたお土産で、なんだ、力戦があったら、まあ、人とトレードとかもできるから、それぐらいじゃないかな。あ、やっぱ、結構、残酷な真実だったな。なこれなんか100円とかで売れるらしいね。で、沼からの、ショーケース、エッジショーケースが来たということは、この後全部エロいに違いない。行くぞ！心しかかると、最初のレア。青い。R、注目のストーリー。犯行現場の再現。まあ、これも結構、湧いてますね。そう、4マナでこのターンに墓地に置かれたカードの呪文のコピー唱えられるから、だからエムラクールとかもね、唱えられるんだよね。だ意外とこれね、なんか自分の方で悪さすることもできるし、相手の悪さを盗むこともできるし、なんか普通の使い方してお茶も濁すこともできるから、なんかコントロールデッキとかでも悪いんじゃないかな。いや、なんか普通に適当に使っても、まあ、除去ってするコピーもらったりとか、あとなんか強い呪文のそのコピーもらったりとかもできるんで、なんかね、何かと普通に強くて期待できそう。極悪コンボも咎められる。で、次が、運河、サライ、死亡確認。待って、これモザイクかかってね。なんかこれ剣持ってんのモザイクかかってない？あ、じゃあ懐中電灯か。あ、びっくりした。ついになんかマジック・ザ・ギャザリングも、武器はなんか子供に良くないからモザイクをかけようみたいになったかと思った。それだったらもっといろいろあるだろうと思うけど。あ、よかった。あ、懐中電灯ですね。まあ、2マナで探偵トークン出てきて、クリーチャー死亡してた場合は2点ライフ得て重宝に。で、調査を行えるから。まあ、条件達成したらやばいね。なんか1マナでプッシュかなんか打って除去ってこれ打ったら、2-2と、で、下品と重宝にとドローでしょ。これなんかめちゃめちゃ使いたいんだよな。さすがにこれはね、なんか稲妻でクリーチャー焼いてどうたらこうたらとか、まあ、色の拘束めちゃ厳しいから、まあ、そうだね。その2アクションでやる上ではきついけど、まあ、戦闘とか駆使でもいいから、良いカードだと思うんだけどな。で、次が、ボーダーレス。違うか。まず、コマンダーか。
負けない追って3マナ3人で戦場出た時にアップキープ、戦場出た時とアップキープに重宝で、ライブラリーからクリーチャーが墓地を置かれるたびに調査、うん、で、2マナで手がかり探ることで墓地にあるこいつを手札に戻すと、なんか普通のカードだったな。まあアドバンテージガシガシ稼ぐくんです。で次が、おお、いや、かっこいい、え、待って、え、先導者の亡霊ってこんなかっこよくなるの、あ、やば、待って、あ、なんかこいつの評価急に上がったわ。あ、なるほど、みんなこれのこと言ってたんだな。なんかこのカード強い強いって言ってたの、なんかこれあーって思ってたけど、それはこれは強いわ。こんなんだ、戦場出たらテンションバリ上がるからな。うわ、え、これで揃えた。まあというわけで、あの、まあ当たりカードっちゃ当たりカードで、最後まずボーダーレスやめろ。ボーダーレスっぽいぞお前。待って、ボーダーレスが、せーの、じゃん、うわー、あバンナソかなー。というわけで以上が最新商品カルロプテ殺人事件のコレクターブースターのボックス開封だ。みんなはどう思った？僕は正直って思ったけど、でも冷静に考えてみてほしい。多分これでも結構当たりな方だと思う。そう、アンズラグのこの不可視ホイールがどれぐらいかわかんないけれども、まあおそらくワンボックスに1枚入ってたり入ってなかったりぐらいの割合だと思うんだよな。だから不可視ホイールって、まあレアと神話レアに、しかもごく一部にしかないと考えるんだとしたら、まあその中ではなかなか当たりな方のアンズラグは良いんじゃないだろうか。で、これで良いって言ったらさ、もう何を信じてパックを買えばって思うかもしれないけど、プレイしろお前ら。マジック・ザ・ギャザリング遊んだら楽しいぞ。そう、だからこんだけあって、なんかあの、外れたなと思うかもしれないけど、遊ぶことによって、これらの価値を、どんどん、そう、指数関数的に上げることができるはずだ。だからマジック・ザ・ギャザリング、愛したいと思うんだったら、ぜひ君たちも遊んでみてほしい。そうで、このマジック・ザ・ギャザリングが遊べる最高のイベント、開封大好きパイオニア杯が、3月9日と2月23日にある。で、さらに3月9日の方は、開封大好きパイオニア杯プレミアムだ。プレミアムはなんとすごいぞ。あの、秋葉原 UDX の UDX ギャラリーで行うんだ。すごい高い場所だ。だから、ぜひみんな来てほしい。あんなすごい場所を借りれるなんて、もう多分、向こう使うと1年はないから、うん、だから、そんなね、特別な機会に、この感動をみんなで味わいたい。で、さらに、賞金も豪華だ。そう、1位になれば、賞金15枚がもらえるぞ。15枚もあったら何ができる？考えてみろ。コレクターブースターが5つは買えるからな。とんでもない金額だ。だからぜひみんなもこの大会に出て、コレクターブースターを買ってみてほしい。というわけで今日の動画は以上だ。まあ、あの、週末にこのプレイブースターとコレクターブースター2個開封できて楽しかったよ。うん。だからあとはこれからは遊んでいくだけだ。そう、マジック開封するだけの時代は終わった。これからは遊んでマジックを堪能しよう。僕はそう思ったね。うん。だから2024年のマジック、ここからが始まりだ。みんなで始めていこう。じゃあ、また次の動画で会おう。